こんにちは、このみです。みなさんこんにちは、ゆうすけです。あにあせよー。はいー、ということで前回発表さんにね、あのスキンケアまでは終わらせてもらったので、これからなんとなんとはダンサーメイクをしてもらおうと思います。イエーイ、お任せあれ。ということで、それではレッツラゴー。メンズメイクの特徴としては、うんうん、やっぱ薄付きであること、うんうん、アイライン引きません。マスカラだって塗りません。ちょっと、ね、大丈夫なんですかこれ。でちょっとツヤっぽいね、あの、うん、男の子風にさせていただきたいと思います。お願いします。じゃあまずこちらです。ゴアのウォータースプラッシュサンクリームを使います。はい、これはあの密着力アップしてくれたりとか、うん、ストーンアップもしてくれるし、で、あとこれ水分爆弾って言われてて、もうあのツヤがすごい。今ちょっともう塗るんで、うん、そう、あのエスコアのね、あの下地と同じ匂いだと思って。名前がいい。何が？水分爆弾。水分爆弾え、てか水分爆弾ってあだ名つけたの？誰が？はい、お前。え、すごい。え、でもいっぱい入ってるじゃん、あの日焼け止めの。うん、とても SPF50 プラス、PA3 プラス、3プラス、もうこれはもうあの全然国内の日焼けなら、日焼け対策なら十分です。残ったのは釘。OK。ほら。え、すごい白くなった。こんなピカピカになったことない。結構ピカピカだよ。え、結構光ってるよね。で、さらにね、まあ、やっぱツヤっとしたメイクをあの演出したいんで、こちらのね、うん、あのブリブリっていうブランドのオーロラパールフェイスを使ってきます。香り反応しちゃうからね。ツヤを出したいところ、このね、ほっぺの高いところ。ツヤ玉になりたいから、ツヤ玉になりたいから、ツヤ玉王子、そうツヤ玉王子と、うん、顎。で次、メディキューブのブルー CAP クッションの21番のライトベージュを使ってきます。とか肌荒れやすいってことだったので、うん、今日はね、はい、これをセレクトしてきました。ありがとうございます。この緑が鎮静効果があって、こっち全体が水分で、化粧しても肌が荒れにくい。あとよくね YouTube 見てるんですけど、この人結構ねクッションとしてすごい。この前教えたのにエチュードハウスで、ダメ、つけすぎ、ごめんなさい、ごめんなさい。だから1、2回ちょっとピュッピュッて押して、はい、取ります。ここを使ってちゃんとパフ全体にまずなじませてください。ここその状態から塗っていきます。はい、厚塗りすると逆に崩れるから、もう薄くていいの。薄くても肌は綺麗に見える。あとね、ちゃんと叩き込んでください。優しく、いいよ、いい感じ。うん、いい。今日ね、韓国の女優みたいな感じで今肌が。女優でいいんすか？女優でいいっすよ。今日は男になるから。あ、そっか。韓国の男優。男優ってなんかダメじゃない？俳優、俳優、俳優。男優がいい。え、俳優でしょ？勝手に男優にしないで。やだ。俳優ね。俳優。どう？え、すごい。なんか何も塗ってないみたい。そう、それがやっぱメンズメイクの特徴なんで。なるほどね。そう、塗ってるけど塗ってるように見せないのがポイントです。これはディオールのダルミナイザーの2番のピンクを、この目元と口元ってすごいくすみやすいんで、うん、コンシーラーなんだけど、うん、すっごい薄付き。塗った感出ないね。サピオのねメイクの特徴としては、こういうねファンデーションとかパウダーっていうのはやっぱちょっとねデパコスとかに出るかな。うん、そう、物によるけどね、人に合うとか合わないとかあるかもしれないけど、肌にね、うん、もう一番初めにつけるものはちょっとね、いいやつ使うんですけど、うん、次、パウダーします。メイクアップフォーエバーのウルトラ HD ルースパウダー。その 4K の映像でも毛穴が目立たないように、あと、つけてる感が出ないようにっていうのがコンセプトのパウダーで、うん、超細かいの、なんかね、もう舞うの、舞っちゃってる、舞っちゃってるの、細かすぎて、うん、これをね、塗ってきます。そう、ツヤを残したい部分はちゃんと残して、他の部分はね、鼻とかがこう、ね、光ってるとテカリとかと思われちゃうから、そこはね、押さえてもらって綺麗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 にしましょう。ありがとうございます。綺麗綺麗になりました。あ、なんかサラサラ、サラサラだけどウルウルしてるでしょ。してる。はい、はい、これでね、ベースメイクは完成でございます。じゃあ次、お眉毛を。自分の眉毛もね、下手くそだから、ここはあんま期待しないでほしい。これ、エクセルのパウダーペンシルアイブロウの EX の PD5 番黄色を使います。あれ、僕たちの共通でちょっと離れ目じゃん、うんうん、目頭をちょっとね、もう少し長く描くと目がより目に見えるんで、それもポイントです。なるほど。上を増やしちゃうと、ここが離れて見えちゃうから、まぶたと目が、だから下を足します。僕はまあ、メンズはちょい太めの平行眉っていうのを意識して描いていきます。パウダーでもかします。眉毛はこんな感じで許してください。はい、まあまあまあ
男男男シェーディングしまーす。お願いしまーす。はい、ロムアンドのシェーディングです。これイエベ専用とブルベ専用っていうのがあって、僕イエベなんだっけ、イエベだっけ、そうじゃあイエベ専用です。ちょっとこれしか持ってないのでこれにしまーす。ダイソーで売ってるギガグラムだっけ、それのブラシ使います。まあ、今日はまあ真ん中ら辺を混ぜて使っていきたいと思います。この三角ゾーンを埋めるようにするのと、あと鼻先をね、ここを V字に入れて、あとこの小鼻を切っていく感じでやります、今日は。はい、同じ、いつもさ、あれよね、キャンメイクの人ってね、あ、そう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 、だって見てんだから見てんだから、メイク動画。いや、でもやっぱさ、そろそろ変えていこうかな。でもあれないでしょ、ナチュラルメイクの方がなんか好評説あるんでしょ。そう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 、つい最近あげた、見てください。あ、ありがとうございます。眉下のところもね、若干これで色つけちゃいます。はい、じゃじゃんじゃらんじゃんじゃんじゃじゃんじゃらんじゃんじゃん。ゴリラに見えてきた。あ、黄色っぽくて見えないんだよね。なるほどね。言い訳させて、言い訳メイビーメイビー。どう、メイビー。で、次顔のシェーディングしていきます。フェイスラインはこっちの濃い方を使ってやっていくんですけど、まあ、ポイントはこのね、もうこのラインに沿ってシェーディングしてあげましょう。ここに沿っていい。で、あと耳のここら辺からね、こうやって入れてあげます。あとこのね、顎下、ここもね、やってあげると、首と顔の色が違うって言われると言うと思うんですけど、それがね、緩和される。はい、あとね、鼻の下、人中、ここをね、ちょっと塗ってあげると人中が短く見えるんで、あと唇ぷっくり見せたい時に、この下唇にちょっとだけね、塗ってあげると唇が立体的に見える。じゃあ次、ハイライト。わ、出た出たよ、このローラメルシエのフェイスルミナイターの2002番、こちら使います。これはね、はい、エチュードハウスのハイライトブラシ、こちら使っていきます。鼻先とここら辺、ちょっとあのへこんでる部分に高く見せたいところに塗っていきます。点灯点灯、光った光った光ってる、点灯式。これはもう、あと眉下、いつも動画で聞いてるやつ、眉下ね。で、あとは、ここに頬の部分光を集めましょう。あと目の周りに軽く、あと顎、はい。じゃあそして、次はアイメイクに肝心だね。はい、はい、中上村さんのクロマティックス桜コッパーっていうのを使います。今回はね、ブラウン系を主に使ってやっていきたいと思います。この色をアイホール全体に塗ってきます。はい、ネゼリオンにちょっとね、濃いめにのせてます。こちらの色を塗ります。ケツ触んないアイフォールの、まあ、縦に見た時に2分の1ぐらい、まつげ側の方を全部埋めます。次に、まあ、締め色ということで、こっちのね、ちょっと濃いブラウンを目頭と目尻に塗っていくんだけど、なんで目頭に塗るかというと、離れ目の人は目頭に塗った方がキュッて寄って見えるから塗ります。なんかね、このね、濃い茶色を入れることで、なんかね、レンズっぽくなる。あと、ここのね、目のこっちの何、下、目尻のこの下側も若干塗ります。かわいいね。で、涙袋を描きます。はい、もう涙袋もケイトの ね、ダブルラインエキスパートでしたっけ、はい、名前当てました。で、ポイントはあのね、皆さん結構ここからグイーンって描いちゃう人いるんですけど、この目頭のとこちょっとと、あと目尻のところをちょっと引くだけでふっくり見えるんですよ。これやってきますね。はい、これ出した方がいい。真ん中は描かない、描かない。で、こっちさっきのパレットのこのね、白、この明るい色をのせます。ラメが入ってない色ですね。ポン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 で、ちょっとワンポイントテクニックなんだけど、このね、クリームハイライト、これ RMS ビューティーのルミナイザーなんだけど、このクリームハイライトをアイシャドウのラメ塗らない代わりに、このちょっとハイライトをね、塗ってあげるとツヤっとしたね、目元になる。なるほど。塗ります。テラのスパイシーヌードボリュームマットの252番、
うん、こちらをね塗っていきます。メンズでも使えると思う、赤すぎない感じの色、うん、こちらをね全体にちょっとねピリピリすると思うんだよね。カプサイシンが入ってる。え、これに入ってんの？うん、なんかボリュームマットって名前なんだけど、うん、これなんかピリピリする成分が入ってるから、まあ、ボリュームでついてるんだと思う。うーん、結構ね、ナチュなピンクだと思う。あ、ナチュイナチュイ 3C の227番のちょっとね、この身もつきそうなこのお色、うんうんうん、ちょっと濃いめのダークレッドみたいな色を内側にちょっとだけのせます。薄すぎず血色感を少し上げるような感じのこちらでリップになってます。最後にはい出たクラリンスのこちらね、はい、化粧崩れないためにミストねかけます。こんなことうんはいどうでしょうか。いいはいということでこれで発表のメイクはこちらです、はい、からねまだ終わんないよ。チャチャラチャチャンチャ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 ニンニクくんみたいにしてこれやばくない？はい完成しました。え、かっこいい。いかがでしたか、ちょっとメンズメイクを体験してみて。え、なんか結構いけるねっていう。いけるんじゃない？なんかしてるようでしてない風に見せるのがポイントなんですけど、うん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 、いいじゃん。え、めっちゃお気に入りですわ。ありがとうございます。これからはこっち路線でみんな俺色に染めてやるよ。やめてその拍手。え、そろそろなんか男装を趣味にしようかなって思ったりなんだりもしておりますね。はい、ということで次回はパピオさんを、パピオさんを丸々に住みたーみたいなのをね、パピオさんのチャンネルの方でもあげるのでよかったらぜひ概要欄からチェックしてみてください。ということでコロミとユウスケでコロスケでした。バイバーイ。